市は平成5年から全国に先駆けてゴミの多品種分別収集を始めました。現在では何種類の分別を行っているでしょうか。ということで大丈夫です、3択ですから大丈夫ですよ。では1番5種類、2番10種類、3番24種類。さあ難しいですね。まあ1問目なので少しヒント、まあ今でも皆さんがびっくりするぐらいの種類ございます。サプライズ踊るというか、さあ1番2番3番、指を1、2、3、どれかで上げてください。お願いします。まあそうですよね、今のヒントで言えば。はい、では今のクイズの正解は3番24種類です。さあ正解されてますね皆さん、さすがでございます。さあこんなにも多いんですね。生食べ法を経験した水俣市では平成4年に環境モデル都市宣言を行い、命と環境を大切にした街づくりに軸を置きました。それは市民共同の取り組みに支えられました。その象徴がゴミの分別収集で、全国から視察が集まりました。現在では今までの取り組みをさらに発展させ、環境の取り組みを地域経済の活性化につなげるため新しい地域づくりに挑戦しています。すごいですね。さあまだまだたくさんの方が残っていますので、早速2問目に行きたいと思います。では行きますよ。第2問、紺碧の白縫い海に浮かぶ船、これは何という名で呼ばれているでしょう。さあ分かりますかね。いきますよ。1番打たせ船、2番さしき船、3番兄弟船。さあ分かった方は1番2番3番でお答えください。どうぞ。おどうやら3番はいないみたいですね。1番と2番に分かれました。では正解は1番打たせ船です。さあ1番以外の方申し訳ございません、座っていただいてよろしいですか。ありがとうございます。この打たせ船は海の貴婦人と言われる白縫い海のシンボルで、芦北町の佐敷港を本拠地としています。海の底に入れた網に仕掛けがあり、袋状になった7つの袋網で海の底の獲物を引き上げる伝統の底引き網漁法を行うための船で、現在20隻が活躍しています。投げております投げております。昭和56年から観光船としても使用され、海と風と空を感じながら再生した白縫い海で獲れた魚の料理なども楽しむことができます。お、撮ってます撮ってます。なかなかの大物でしたね。さあまだ